西米寺のイタリ生産者大聖堂西米寺は、ロシアのプスコフ州南西部にある町。州都プスコフからは南へ189キロメートルで、ダウガバ川流域の西米寺スコエコとオロノコの間に町が広がる。人口は2002年全ロシア国勢調査で7138人。1979年の調査で1万人を超えた人口は減少気味である。聖なる泉と、 聖堂聖ベジはリトアニア大公国との国境にあり、交易や戦争において重要な地であった。文献で初出するのは1414 14年のことであり、プスコフ公国の年代期には、この年、リトアニア大公国の大公ビータウタスの軍が聖ベジを略奪したとある。イヴァン・シュイスキー公は1535年にこの地に木造の要塞を築くよう命じ。 これを、セングジアライヨアンに捧げてイヴァンゴロドナ、セーベージェと名付けている。その後、1536年に、ポーランドリトアニア軍の行為にあったのをはじめ、この要塞は何度となく、ロシアへ侵入するポーランドリトアニア共和国の軍勢を迎え撃った。ポーランドリトアニア共和国は、リボニア戦争中の1579年にセーベージを征服し、その後18世紀初頭まで何度も、 ロシアとリトアニアが争奪した。1700年から1721年の大北方戦争の間はロシア領であり、ピョートル大帝により要塞は増強され、ロシア軍の重要拠点となった。1772年の第一次ポーランド分割で、ロシア領としての地位が確定し、直後に死の地位も得た。 第二次世界大戦では1941年7月9日から1944年7月17日までドイツ国防軍の占領下にあり赤軍の第二バルト戦線により奪回された町の古い部分には1535年に築かれた城塞の城壁の遺構が残るクレムリにある聖堂は1625年にポーランドの支配下でカトリック教会として建設されたが 近年修復され、1990年にロシア製協会のイタリ製三社大聖堂として建造された。首脳は19世紀のものである。町には歴史博物館と自然史博物館もある。西米寺には建材工場や製材工場、食品工場などが立地する。この町を通るモスクワリガ間の鉄道区間は1901年に開通しており、西米ジ駅は ラトビアとの国境の駅にあたる。またモースクワから、ベリーキエル機、ノボソコリニキ、プストシカを経て、セ米寺ジに至る高速道路 M9 が通る。高速道路も、セ米寺ジの先は国境を越えて、レーゼクネを経て、リガへと向かっている。ありがとうございます。